誰でも簡単に作れるがコンセプトのエラーズキッチン。本日の料理はこちら。今回はですね、フライパンも包丁も使わないなんちゃって簡単グラタンを作っていきたいと思います。本当にもうめちゃくちゃ簡単なグラタンを作っていきたいと思います。ではですね、まずこういうふうに耐熱皿を用意します。この中にですね、コンポタ入れていきます。コンポタ入れます。で、ここに沸騰したお湯を入れます。で、量はですね、いつもよりも少し少なめですね。普通のがね、150cc とかだと思うんで、まあ 120cc ぐらいですかね。混ぜていきまーす。このがね、ここにですね、ポテチを入れていきます。ポテチの味はこれ薄塩味です。こうやって砕いて中に入れます。これね、ポテチじゃなくてもパンの耳とかでもいいんでね、皆さんぜひいろいろとね試してみてください。入れたらね、軽く混ぜていきます。この上にハム入れていきます。今回ね、ハム切ったんですけど、ちぎっちゃえばね、包丁もいらないんで。はい、こんな感じです。では、この上にとろけるチーズを入れていきます。カロリー爆弾作りましょう。で、この上にですね、ブラックペッパーをかけていきます。そしたらこれをですね、オーブントースターに3分かけていきます。はい、あ、ちち熱いんで注意してくださいね。はい、で、ここにですね、最後にパセリをかけたら完成です。はい、それでは早速いただいてみたいと思います。チーズが見えるかな、伸びてるんだけど。いただきます。うん、うまい。なんかもうグラタンなんじゃないって感じ、本当に。もしかしたら人によったらちょっとしょっぱいなって感じる方もいるかもしれないんですけど、パンとかにつけてね、食べていただくともうさらに美味しくなるので、ぜひとも試してみてください。今回のレシピが参考になったと思ったら、ぜひともチャンネル登録お願いします。以上、エラーズキッチンでした。ありがとうございました。